エフェクターだけで僕1000台以上作ってると思います。芸能というものは大阪をハブにこう広がっていってるんですよね。かけっこしてる時にライディーンがかかってて、その時にめっちゃ速く走れましたけどね。人がやってたら、あーさっきやられたって言って、じゃあ違うことを、どっかで面白いことをしたいっていうのを誰かが言い始めるんですね。一つのこう理想像があって、大阪人はみんなその理想像を自分を通して表現してる。後ろにいるタンスはですね、ムーグ 3C というすごく有名なシンセサイザーを丸々カッコピして作られました。もうね、作ってる先生嫌ですよね。もうやめたらね。